ということで、ここは京急羽田空港行き、エアポート急行京成高砂駅に乗車します。少し前快特の話をしましたが、今回はエアポート急行京成高砂駅です。羽田空港第1、第2ターミナルに今います。京成車に乗りまして、このパンダいいですね。ドアが閉まります。ドアのチャイム音もやっぱり JR 西日本なんかとは違います。新鮮ですね。関西人にとってはすごい新鮮なんですが、羽田空港第1、第2ターミナルを出まして、前に見えているこのポイントを左側に転線していきます。さて、羽田空港第1、第2ターミナルを出発した後は、天空橋、穴守稲荷、大鳥居、麹屋、京急蒲田の順に各駅に停車します。また京急蒲田からは京急本線に入りまして、海屋敷、それからですね、大森町なんかを、通過しまして、平和島、立ち合い川、青物横丁、そして品川へと至るルートになります。今回は品川まで乗車していこうかなと思っております。しばらく走りまして、まもなく到着しますのは羽田空港第3ターミナル駅です。東京モノレールにも羽田空港第3ターミナルという駅がありますが、こちらは浜松町まで向かいます。2番線に到着、左側のお出口です。こちらにもホーム柵がついておりますね。この京急羽田空港線には8両編成が最大となっておりまして、快特、エアポート急行などはほぼ8両編成で運行するという形になっております。また別に6両の運行もされているようです。扉が閉まりまして、羽田空港第3ターミナル駅を出発します。今走っている京急本線とは別の京急羽田空港線、こちらは京急本線方面と京急羽田空港方面、この2つでですね、京急が成り立っているとそう言っても過言ではないぐらいの重要な路線になっておりまして、京急蒲田から羽田空港までの 6.5 キロを結ぶ路線と、大変短いですが最高速度は 110km、 関八通りと並走しまして、京浜工業地帯の一角のあたりを通るとそういうことになります。また浅草線、そして、また浅草より向こう側、京成押上、押上線ですね、また京成本線、北総線、京成成田線、スカイアクセス線、また柴山鉄道方面へも線路が続いているとそういうことになります。さて、次に到着したのは天空橋駅です。この天空橋でも東京モノレールとの乗り換えがあります。この天空橋駅は1993年羽田空港駅として開通しまして、開業しまして、その後羽田空港第1、第2ターミナルと第3ターミナル駅ができた時に、天空橋駅は、名前を天空橋、現在の名前に変えた、そういうことになります。さて、天空橋を出発しまして、次は穴守稲荷駅に停まります。この羽田空港線というのは1902年6月28日穴守線として最初開業したのが始まりで、その後羽田空港の開業に合わせて羽田空港まで延伸した、そういうことになります。今回は京急品川まで乗っていくんですけども、ここからいよいよ羽田空港線の地上区間へと入ります。天空橋から羽田空港第1、第2ターミナルまでは全て地下化となっておりますが、天空橋から穴守稲荷、そして大鳥居までの間は一部地上に出ることになります。さて、前に見えている駅、こちらが穴守稲荷駅、こちらにはホームドアではなくホーム柵がついていますね。可動式ではないようです。このように住宅街の間、そして高速道路の隙間を縫ってですね、こちら羽田空港線走っているわけですが、穴守稲荷駅に到着です。さて、穴守稲荷を出まして再び地下に入ります。右側に見えるのは都営浅草線の車両です。快特でしょうかね。そして2番線に到着したのはこちら大鳥駅です。天空橋から穴守稲荷に向けて地上を走りまして、そのまた地上から大鳥居に向かって地下に入る、そういうことになります。そしてまた地下からですね、奥の方に見えているとは思うんですけども、明かりが見えますよね。この明かりというのがまた地上になりまして、麹屋、そして京急蒲田に向かって高架のように、登っていく、そういうことになります。
さて、大鳥駅を出発しまして、次は麹屋駅に停まります。麹屋を出るともうすぐ京急蒲田駅、そういう駅に停まります。ちょっと前ですね、京急の快特という種別について説明したんですけども、エアポート快特ですね、そちらについてお話ししたと思うんですけども、そちらの快特電車はですね、羽田空港からですね、京急蒲田、そして京急蒲田からは羽田空港第1、第2、そして第3ターミナルまでは、飛ばしていくということで、先ほど今止まっていた駅には止まらない、そういうことになるんですね。次は麹屋駅に止まります。だいたいこの伏線を使ってこの京急線の、まあ、種別というのがあるんですけども、エアポート急行、そしてエアポート快特ですね、そちらの車両が主に走っております。大きく右にカーブしまして高架区間に入っていきます。そして到着する駅、こちらが向かい側から京急の車両もやってきました。こちら快特でしょうかね。これはルシエルと呼ばれる、つい最近登場したような車両かもしれません。比較的新しかったんですね。あ、ここ止まるんだ。エアポート急行でしたかな。ということで、麹屋駅に到着です。あまりそんなに詳しくないですけども。昔はここ連続立体交差事業が行われてなかった時代には、地上駅だったんですけども、信号が青になりまして、麹屋駅を出発します。もう今現在は高架化されていると、そういうことになっております。次は京急蒲田駅に停まります。京急蒲田とは GR 線との乗り換えもありますが、京急電鉄の京急蒲田から、品川方面、そして反対方面ですね、逗子線や久里浜線方面に行くこともできます。さて、今の線路を右側に渡りまして、これ左側に行くとですね、こう上の階層のところに行くんですけども、この右側に行くとですね、見ていただいたら分かると思うんですけども、この右側のね、下の階層というところに入っていくんですね。そう、京急蒲田駅は、上と下で分かれている二層構造の駅となっています。非常に見てもらうと分かるんですけども、こう上見たらね、あ、これすげえこうカーブをうねっていますねと、そういう感じでかなりね、このカーブがうねうねしていると、そういう状況になります。この半径のきついカーブを低速で走りまして、この京急蒲田駅12両編成が対応している場所があるんですけども、そこの横入りするように8両編成の対応しているホームの部分を進入していきます。さて、到着したのは京急蒲田駅です。やっぱり土地がないというのか、なんかこういろんな事情があってこの二層式になったんでしょうけども、最近はこの二層式にする駅というのが非常に増えてきていまして、阪急電車におきましてももうそろそろなんか二重構造の駅ができると、そういうお話を聞いたことがあります。ただここからは京急本線に入ります。出口は左側、ドアも左側です。さて、信号が青になりました。左側のですね、運転手の見えるところのやつが緑になってると思うんですけども、列車出発合図が出ているということで、信号が青になりまして、ここから品川方面向けて列車は発車していきます。ここからはついにエアポート急行という名前ですから、急行の名に恥じない走りを見せてくれます。エアポート快特と呼ばれまして、快特が一番早いんですけども、次の梅屋敷駅は通過する、そういうことなんですね。次は平和島です。平和島を出ますと立ち上がりに止まります。通過駅の大森海岸へおいでのお客様は通列車をご利用ください。さて、右側に合流してきた線路がこちら、京急久里浜方面であったり、先ほど言った羽田空港方面の線路になっております。そしてさっきすぐ通過したのが梅屋敷駅と、そういうことになるんですね。
さて、続いて通過するのは大森町駅です。この大森町は若干のカーブですが、かなりやっぱり京急としては広いホームとなっていますね。京急は狭いホームが多いかなと僕個人的には思ってるんですけども、広いホームもやっぱり増えてきております。さて、大森町出たら次は平和島と駅に停まります。平和島は快特、エアポート快特であると、通過する駅なんですけども、この列車、エアポート急行においては平和島に停車する、そういうことになっております。京急の市別というのも、だいたいエアポート快特、エアポート、急行ですね。それから快特、特急、普通というね、この5種類ぐらいの、種別がありますが、モーニングなんとかもあった気がしたけども、まあ、それは今の時間帯は走っていますので、向かい側の列車がやってきまして、でこの列車はこの平和島を何も待機なしで出発していきます。大森海岸駅とか、また鮫洲駅ですね。そして新馬場、北品川、こちらには止まらない。この平和島を出ると立ち合い川、そして青物横丁終点ではですね、今回行く目的の品川駅、そこまで、運転されると、そういうことになります。先ほど東急の蒲田駅、そして JR の蒲田駅との乗り換えができるような、まあちょっと離れてるんですけどね、蒲田駅に到着しましたが、次に、この JR と合流できるのは品川駅という風になります。さて、しばらくの停車がありまして、信号が青になりました。もう間もなく列車が発車するところでございます。大森海岸を出まして、平和島ですね。平和島を出まして、次は大森海岸を通過します。あんまりこの辺でなんかこう喋れる話がないので、ただ単にどこどこを通過します、どこどこを通過しますとしか言えないんですけども、車窓もね、あんまり綺麗に撮れなかったのでちょっと悲しいです。次は大森海岸駅です。大森海岸駅では品川水族館が副駅名として、設定されていますので、品川水族館っていう水族館があるのでしょう。行ってみたいですね。ちなみに、大森海岸と言いますが、大森駅というのも JR にございます。さて、かなりのスピードを走りまして、大森海岸駅をただいま通過したところでございます。次は立ち合い川に止まります。ここからは下の方に第一京浜と並走しまして、この立ち合い川と呼ばれる駅の手前ぐらいで運河を見ることができます。ちょっと今回は僕の目でしか見てない、肉眼でしか見てないんですけども、こう走っていると進行方向右手側に京浜運河というものが見ることができまして、東京の人口埋め立て地みたいなものを取り巻く運河を見ることができます。さて、信号は見た感じ多分75キロ以下でしょうか。そして立ち合い川に進入します。京急電鉄は非常に本数が多い、そして過密な路線として知られていますが、もう前の信号を見るとね、すぐこう注意信号、警戒信号みたいなものが出てきますので、やはり前がすごい普通電車とかいろんなものが組み合わさって大変なんだろうなと、そういう風に思うところでございます。これを2本の線路でさばいてますから、非常にすごいことですよね。阪神電車もびっくりです。さて、大森海岸駅を出発しました。大森海岸ではないですね。立ち合い川駅ですね。立ち合い川駅を出発しました。すみません。地図の見間違いです。
立ち合い川を出ると次はサメ里駅に停まります。多分先ほど見えていた前に車両がいるというのは次のサメ津駅で通過する抜かすということになります。サメ津駅は1面4線みたいな構造になっておりまして、外側が通過線とそういう風になってですね。ですがここでかなりのカーブを要するため減速することになります。さて右側に少し見えています、こちらがさっきまで先行走っていた普通電車となります。こちら品川行きでしょうかね。ここでこの前の普通電車を抜かしまして、サメ津駅を通過、次は青の横丁に停まります。こうした非常に面白い通過源を見ることができるのもこの京急ならでは、サメ津駅ですが、京急ならではとそういうことになります。快特であればこの辺を結構なスピードで飛ばすんですけども、この辺り60キロの制限がかかっているんでしたっけ。そしてこちらが青物横丁駅です。非常に駅間が短いんですね。この辺り少し急カーブが多く、高速路線として走れるような設備は持っているもののカーブのためあまりスピードが出せない仕事になります。そしてすぐに駅が来ると、こちらが青物横丁です。この駅を出るともう次は品川に止まるんですね。さて出発していきます。次は新馬場、そして北品川を通過しまして品川、今回の目的地へ向かいます。やはりこう見ても向かい側からやってくる列車の数が尋常じゃないくらい多いんですよね。これもやっぱり多いからって変本数がすごいとても多いから、過密なダイヤを組んでいるからというのでもあるでしょう。これが通勤ラッシュ時であればすごいことになってるでしょうね。さて前に見えている高架の駅、こちらが新馬場駅になります。品川から、3つ目の駅でしょうか。さて先ほどの新馬場駅を通過しまして、次は北品川という駅に停まります。ここからですね、高架が終わりまして地上区間に入ります。本当はこの辺りも高架と言ってもいいんでしょうが、ここからですね、この電車は続々と速度を落としてまいります。ここから JR 線との並走が始まるんですね。並走と言っても一瞬だけですけども、怒涛のようにいろんな情報が舞い込んできます。今通過しているのが北品川駅で、ここからさらに速度を落としていきます、この電車は。向かい側からやってきた車両も見受けられますが、ここの踏切、結構大きな踏切を、通過しまして、こちらが第一京阪ではないですね、八ツ山通りという道路だそうです。ここ制限25キロ以下ということで、25キロ以下で走ってくださいよというものがついておりまして、今こう走っている鉄橋みたいなのがあるトラスかなの下の部分にですね、横須賀線、京浜東北線、そして新幹線、上野東京ライン、山手線というのがね、こうありまして、これ普通に考えたら2、4、6、8、10、12本の線路がですねあることになるんですね。12本の線路を今渡りまして品川駅に到着です。こちらが京急品川駅、品川を出ると次は仙岳寺、そしてそこから都営浅草線に入りまして、浅草から押上方面とかにね列車やって行くわけなんですけどもね、本日はちょっとあのね疲れてきてましてね、熱が回りません。やはり今日はですね、7時間目の授業で数学でちょっと脳みそが疲れたという、そういうこともありますが、無事終着ではありません。目的の品川駅に到着です。今の25キロカーブはね、やっぱね、すごいなと、そういうことなんですね。品川駅は、可動式ホーム柵というわけではなく、このように動かない非稼働ですね、のホーム柵となっております。このあたりやっぱりカーブが多い品川駅に到着です。さてここまで京成高砂駅に乗ってまいりまして、幕を見てみるとエアポート急行から普通に変わっているのがわかります。ここからはこの電車各駅停車となって走っていくことになります。京成線内、そして浅草線内はもうすべての駅に到着停車するようですね。ではここまでご視聴ありがとうございました。今回はですね、羽田空港第1第2ターミナルから京急本線、そして京急空港線を使いまして品川までやってまいりました。
やっぱりエアポート急行ってね、早いんだと思ってたらね、意外とゆっくりだったのでね、びっくりしました。やっぱり快特が早いみたいです。最後にですね、まあ、おまけでも、おまけと言いますか、たまたま撮れた動画をお見せしましょう。向かい側からやってきたのは、京急線の快特電車でしょうか。そして、この電車、続々と進入してくるんですけども、JR とかであれば、こんなにね、早くは連結しないんですけどもね、京急の早業と言ってもいいのでしょうか。はい、列車がやってきまして、直前でブレーキを踏みまして、一旦停車します。そして、三崎口行きと、こちら電車が、ドッキング、ガッ、ちゃんと、ガチャンと。おぉ、すげえな。これをね、やっぱ見てね、この早業がすごいんですよね。JR では考えられない。そして、また上り線ですかね、品川行きが待ってまいりました。この電車はこの駅までのようです。ということで、今回はご視聴ありがとうございました。京急品川駅でお別れしましょう。非常に面白かったんでね、皆さんもぜひ京急電鉄乗ってみてはなぁと思います。しかしあの連結をこんな高頻度で列車が来る場所でやるというのはすごいですよね。